今日からお世話になるミルフと申します。好きな熟女は八代亜紀。紅白歌合戦は小林幸子の衣装になりたいと思いながら見てました。ふつつつつかものですが、よろしくお願いします。なんだこいつは。だから熟女好きのミルフです。人事部の野郎、ふざけたやつを採用しやがって。こんなやつ採用してもこっちの負担が増えるだけだろうが。ところがマルフォイ、負担は減るんですよ。このミルフが来たからにはこの会社の仕事量を3分の6にしてみせます。ちっ、うーぜー。おーすけ、おーすけ、ちょっと来い。おーすけ。あ、北村先輩、どうかされましたか。この新人、お前が面倒見ろ。あ、はい。そしてお前をターゲットから外してやる。その代わりこいつを今までのお前と同じ目に合わせろ。いいな。あ、いや、それは。返事は、はいだ。はい。俺はミルフ、年齢不詳の熟女好き。なんで年齢がわからないかって。それは記憶喪失だからだ。まあ過去は振り返らない男だから過去のことなどどうでもいいんだけどな。俺は今を熟女と生きることで精一杯だし。ということで今日からよろしく。ミルフさん、もう少しちゃんとやってくださいよ。初日から北村さんに目をつけられるのはまずいですって。うん、誰かと思ったらいつかの小見太郎くんじゃないか。大助ですから。どうしてミルフさんこの会社にいるんですか。ミルフさんってヤクザでしたよね。のっぴきならない理由で破門にされてしまったんだ。何をしたんですか。特に何もしてない。強いて言えば組長の母親、姉さんのポスターを噂帳に貼りまくったことぐらいか。してるじゃないですか。めちゃくちゃしてるじゃないですか。そりゃ破門されますよ。俺は姉さんの素晴らしさを噂町のみんなに知ってもらおうと思ってやっただけなんですけどね。指名手配犯の指名手配書っぽく作ったのがいけなかったかな。本当に相変わらずですね、ミルフさん。とりあえず仕事教えてあげますから、ちゃんと話を聞いてください。それと北村さんには気をつけてください。気をつけるのはどういうことだ。北村さん、新人いびりがひどいんです。僕もこの会社に入ったばかりなんですが、かなりひどい仕打ちを受けてきたんです。あの様子だとミルフさんにターゲットが変わったんだと思います。北村さんはああ言ってましたけど、僕はミルフさんに何かしようとしたりはしません。でも僕がやらなくても北村さんが何かしてくるはずです。ミルフさん、悪いことは言いません。この会社は辞めた方がいいです。違う仕事を紹介するんで。それは無理だ。はい、僕の話ちゃんと聞いてました。ああ、鼻の穴かっぽじって聞いてたぞ。汚いですよ、耳の穴です。とりあえずミルフさん、違う会社に。それは無理だ。どうしてですか。やっぱり僕の話聞いてなかったってこと。いや、小見太郎くんの話は聞いていた。じゃあどうして。俺はちゃんと考えてこの会社を選んだんだ。だからそう簡単に辞めたくはない。この会社を選んだ理由があるんですね。案外ちゃんとしてますね、ミルフさん。ちなみにこの会社を選んだ理由って。それはな、これを見ればわかる。なんですかこの円グラフ。会社の人間の年齢層のグラフだ。この会社は45歳以降の女性の割合が多い。この数値は日本全国の会社の中で一番なんだ。やめてください。絶対にやめない。何が何でもしがみつく。あなたって人は。なるほどな。北村さん、大助はこいつと知り合いだったのか。いや。なら俺が直接指導してやる。覚悟しろよ、ミルフ。数日後。ミルフ、仕事が遅い。もうお前は仕事するな。廊下でバケツ持って立ってろ。わかりました。あれから北村さんに俺は指導されるようになり、こんな風に毎日のように廊下に立たされている。終電を過ぎても返してもらえないし、
これがとっとこコミ太郎が言ってた新人イビリなんだろう。むう。ミルフさん、僕が言ってたことが分かったでしょ。悪いことは言いません。早くやめた方が。絶対にやめない。俺にとってこれは罰ゲームじゃなくてご褒美だしな。ご褒美？仕事をサボって廊下を通り過ぎる熟女を見ることができるんだぞ。ご褒美以外の何でもないだろう。バケツの重さなど忘れて何時間でも立っていられる。本当にメンタルお化けですよね、ミルスさんって。おい、何くっちゃべってるんだ。北村さん、すみません。ったく、ミルフ、お前立つだけなのにこんなことさえまともにできないのか。ちょっとバケツ貸せ。お仕置きにこうしてやる。うりゃなあ、冷た。ふん、また水を入れ直して立っとけ。ひどい。ミルフさん、今タオル持ってきますね。いや、コミ太郎くん、タオルはいい。ダメですよ、このままじゃ風邪ひいちゃいますって。周りを見ろ、コミ太郎くん。熟女が哀れんだ目で俺のことを見てくれてるだろう。これがたまらないんじゃないか。あ、もう勝手にしてください。この会社なんていい会社なんだろう。この会社を選んで心から良かったと今思っている。そして数日後。ミルフさん、大丈夫ですか？何がだ？ミルフさんが全然答えてないから、北村さんのいびりがどんどんエスカレートしてるじゃないですか。いびられればいびられるほど熟女から哀れんだ目で見てもらえるんだぞ。この前なんて飴をもらってしまった。北村さんにはむしろ感謝してるくらいだ。心配して損しましたよ。それより小見太郎くん、聞いてくれ。俺、今日の帰りに船を買おうと思うんだ。は、はい、船？ああ、この会社の熟女を呼んで船上パーティーをしようと思ってな。きっと船上パーティーをやるって言えばみんな来てくれるだろう。小見太郎くんも来るだろう。行きませんよ。というか、そんなお金持ちだったんですか、ミルフさん。まあ、船を買えるくらいの貯金はあるな。ますますこんな会社で無理して働くことないじゃないですか。熟女がいるから意味しかない。そうでしたね。とりあえず今日仕事終わりに俺の買う船を見に来てくれ。おい、何くっちゃべってんだ、ミルフ。お前には昼休憩なんてないんだ。とっとと仕事しろ。あいあいさあ。ち、本当にムカつく。余裕ぶりやがって。どうにかしてあいつをへこませられないか。あ、そうだ。おい、大介。なんですか、北村さん。今の船の話は本当か？あー、多分そうなんじゃないですかね。でもそれがどうかしたんですか？なんでもない。その日の仕事終わり。今日は早く返してもらえてよかったですね。それでミルフさん、船ってこれだ。どえー、こんな大きな船買うんですか？ああ、これなら熟女たちもきっと喜ぶだろう。そうでしょうけど、本当にすごいですね、ミルフさん。きっとこれ3億円くらいするだろうな。今から買いに行くから、コミ太郎くんもついてきてくれ。はい。これがミルフの船か。調子に乗りやがって。新人の分際で船なんて買うなんて、ますます気に食わねえよ。まあいい、今に地獄を見せてやる。そして翌日。すっごい、船の上でバーベキューだなんて。だろ、会社の後輩から借りたんだよ。お金持ちなんだね、その後輩さん。そうみたいだな。とりあえずどんどん肉焼くぞ。うん、お願い。でも火が弱いね。そうだな、少し火を強くするか。何それ？ガソリンだよ。いや、ガソリンはやめた方がいいと思うよ。大丈夫大丈夫、ちょっと入れるだけだから。うれ！うわ、大変、火が船に燃え移った。大丈夫だっつの。ここは海の上、船が燃えるだけで済むからな。
俺たちはゆっくり船から降りようぜ。でも後輩さんの船なんでしょ。謝れば許してもらえるさ。とりあえず電話しとくか。こんにちは北村さん。おお、ミルフ、休みの日に悪いな。お前に謝らなきゃいけないことがあって電話したんだよ。私に謝らなきゃいけないことですか。ああ、実はな、お前の船勝手に借りてバーベキューしてたんだが、お前の船燃えて沈没しちまったわ。ええ、まあわざとじゃないから許してくれよ。さすがにダメージ受けてるようだな。ざまあ見ろってんだ。北村さん、まだ船は箱から出してないです。今から組み立てるところなんですが。は？今から組み立てるところ？はい、最初は一人で作ろうとしたんですけど、さすがにあの大きさの船を一人で組み立てるのは無理だと思って小見太郎くんを呼んだところなんです。意味がわからない。ミルフさん来ましたよ。というかそれくらい一人で作ってくださいよ。いやいや、完成したらあんな大きさになるんだぞ。一人じゃ無理だろう。昨日も言いましたけど、完成したあの大きさにはなりません。ミルフさんが買ったのはプラモデルですから。まさかあの船と同じプラモデルを買うだけだったなんて。組み立てたらあの大きさになると思ってるのもありえないし。小見太郎くん、何おかしなこと言ってるんだ。おかしなこと言ってるのはミルフさんですよ。というか、あれ、誰かと電話つながってません？ああ、これは北村さんとつながってるんだ。北村さん、船を燃やしたとか言っててな。は、はい？船を燃やした？北村さん、船を燃やしたってどういうことですか？ああ、その声は大助か？その言葉の通りだよ。昨日お前らが見てた船を燃やしたんだ。あの船をミルフが買ったんだろ？違います。ミルフさんが買ったのはあの船のプラモデルです。は？嘘だろ？本当ですよ。じゃあこの船は誰の？そう。やばい。消防車を呼んでくれ。もう意味ないと思うよ。沈没してるし。俺はなんてことをしてしまったんだ。あなたがこの船を燃やしたのね。おまわりさん、違うんです。わざとじゃなくて。わざとでしょ。ガソリンまで用意してるんだもの。でもよくこんなことやるわね。本当ですよね。この船3億円するんですよ。それにあの名家と呼ばれる花ヶ崎家の持ち物です。花ヶ崎家を敵に回したらこの先生きるの大変でしょうね。3億円花ヶ崎家。頼む、助けてくれ。なあ、助けてくれよ。なんで私が助けなきゃならないのよ。今日船上でバーベキューやるからってナンパされただけなのに。私は帰るわよ。ちょっと待ってくれ。いいの？何が？別に戦場でのバーベキューに憧れてるとかじゃないんだからね。何言ってるんだか。俺この先どうなっちゃうんですか？あなたはきっとこの船のように沈没してこの先浮かび上がってこれなくなるでしょうね。まあ自業自得でしかないけど。じゃあサトル連れていくわよ。はい、行きましょう。こうして北村さんは船を燃やしたことで逮捕され刑務所行きに。今回のことで花ヶ崎家をカンカンに怒らせ、北村さんは出所後花ヶ崎家の地下強制労働施設で一生かけて3億円を返していくことになり、二度と太陽を拝めないことが決定したとか。ちなみに新人いびりでの慰謝料もそこで稼ぐことになっているようだ。ミルフさん、ありがとうございました。ぬ、何か礼を言われるようなことをしたか。実は僕、北村さんの新人いびりの証拠を集めるためにうぐもりグループから派遣されてきてたんですよね。やっと集め終わって制裁しようとしてる時にミルフさんが来て代わりに制裁してくれちゃったんです。俺は何もしてないぞ。ただずっと塾女のことを考えていただけだ。それは確かに。そんなことより小見太郎くん、一緒にクレームを入れに行かないか。はい、クレーム。この船を見てくれ。こんな小さい船じゃ
熟女を招いて戦場パーティーなんてできないじゃないか。すべての貯金を使って買ったっていうのに、こんなのザキだザキ。ツッコミどころ満載ですよ。何度も言うけどこれはプラモデルだし、貯金3000円しかなかったってことが驚きだし、言うなら詐欺です。ザキはドラゴンクエストの死の呪文ですよ。何言ってるんだ。ドラゴンクエストの死の呪文はカメハメハだろうに。それはドラゴンボールです。なるほど、そっちだったか。黒沢明違いだったな。鳥山明です。黒沢明は有名な映画監督ですから。でもちゃんとわかってるぞ。クリストフのことかってやつで有名なやつだよな。クリリン、クリストフはアナ雪に登場するキャラクターですから。もうやだ、ミルフさんといると声が枯れそう。大丈夫か。喉ヌールスプレーがあるぞ、貸してやる。用意がいいですね。よし、喉に直接塗ってやるから大きく口を開けてくれ。あーん、うてうわー、なんでスプレーを手に塗って手で塗ろうとしてるんですか。塗るってこういうことだろ。そうだけど違うんです。そういう使い方じゃないんですよ。口に手を突っ込むからもっと大きく開けろ。行くぞ、脱げー。その後、小見太郎くんは熟女たちに哀れんだ目で見られていた。羨ましいやつめ。小見太郎くんは意外なライバルってことが分かったよ。これからも小見太郎くんに負けないように熟女の視線を集められるようにしていかないとな。